一戦ハブレは、チャドの軍人、政治家、同国元首を務めた。ハブレは、チャド北部の都市であるファヤ・ラル城の出身。幼少の頃から学業優秀であったため、チャドの創始国であったフランス植民地省に就職。上司である軍司令官の推薦を受けて、パリの大学に留学し、政治学の学位を取得した後、1971年に帰国。 チャドは1960年の独立後、非イスラム主体の南部を基盤とする、フランソワ・トンバルバイ政権が独裁を強化し、イスラム教徒の多い北部を礼遇していた。このため、早くから、北部側では、グクにウェディ率いる、反政府組織、チャド民族解放戦線が組織され、ハブレも加わった。トンバルバイが、フェリックス・マルー将軍のクーデターで殺害されると、内戦終結が図られ、 ハブレは1978年8月に政府の首相に就任した。翌年には、グクーニ大統領、ハブレ国防相による民族統一暫定政府が発足した。しかし、グクーニとハブレが対立し、ハブレ派の北部軍、グクーニ派の人民軍の間で、再び内戦が勃発した。これに、チャド北部、アオゾ地域のウラン資源を狙うリビアのカダフィ政権が介入し、 カタフィ支援の下で、グクーニが首都を制圧した。リビア軍の撤退後、平和維持活動を名目に、ハブレを支援するモブツセセセコのザイールなどが、アフリカ統一機構の部隊インター、アフリカ軍として展開したことはハブレに有利に、働いたとグクーニは批判しており、ハブレは1982年6月首都を脱会して10月に、大統領に就任した。1983年6月、 グクーニ派は、リビア支援の下で南下して、再び内戦となり、1984年9月の停戦で、北緯16度線でチャドを南北に分割支配することとなる。ハブレは、フランスとザイール、アメリカの支援で対抗する、一方、反政府勢力への残虐な弾圧が指摘された。チャド政府の調査委員会によると、ハブレ政権下で、数万人の、 反体制派が殺害されたと発表している。1989年4月、大統領側近によるクーデター未遂事件が発生し、このクーデターで亡命を強いられたイドリスデビが、リビア支援下で愛国救済運動を結成。1990年12月に、シュトン・ジャメナを制圧し、ハブレはセネガルへ亡命した。ハブレは、その後、民族浄化。 人道に対する罪と戦争犯罪により EU や Human Rights Watch により国際法廷への引き渡しが要請され2006年に引き渡しが決定した。しかしハブレの亡命受入国のセネガル政府は引き渡しを拒否しており国際司法裁判所は2009年2月セネガルの対応が国際法を破っているとして非難した。2008年にはチャドの裁判所により 欠席裁判で国民に対する犯罪の容疑で死刑判決を受けた。2011年にはセネガル政府により突然チャドへの身柄送還が発表されるが彼の復権に伴う混乱を恐れた国連の依頼により身柄送還は中止された。2012年7月に国際司法裁判所はセネガル政府に対して迅速にハブレの裁判を行うか ベルギーに身柄を移送するよう命令を下した。その1ヶ月後に、セネガル政府とアフリカ連合はハブレを裁くための特別法廷を設けることに同意し、2016年5月30日に特別法廷はハブレに有罪を宣告し、人道に対する罪により無期懲役の判決を言い渡した。これはアフリカ大陸で他の国の元指導者が有罪を宣告された初のケースであった。 同年7月29日には、被害者へ賠償金を支払うことを命じる判決が下され、金額は1人当たりで最高2000万 CFA フランと定められた。2021年8月24日、セネガルの首都ダカールの病院にて死亡したことが発表された。79歳没。死因は新型コロナウイルス感染だった。ありがとうございます。